はい、ということで時刻は8時になりました。ケンタロウさん、デニムが気になるのかな、スーパームーンさん、小高さん、そしてあやばオーピスさん、ウニさん、ポムコさん、ウニさん、北村さん、タケニャさん、クロリミさん、あ、配信楽しみにしてました、ありがとうございます。スーパームーンさんっていらっしゃいましたけど、今日満月でね、スーパームーンとても綺麗なんですよね。ぜひ満月も見ながらこのユニクロの配信皆さん楽しんでいただきたいと思います。皆さんありがとうございます。オーピスさん、最近見てなかったからドキドキだって、嬉しい。タツノコさんもこんばんは、皆さんどんどん集まってくださってる、ありがとうございます。マルコメさんもどうもありがとうございます。スーパームーンさんも始まったって、始まりましたよ、グルナイ見てるって、はい、ありがとうございます。ということで早速今日ははい、ユニクロ&JW アンダーソン2024秋冬コレクション発売前夜人気ランキング。ユニクロ&JW アンダーソンの今シーズンのテーマは海辺の情景と日常着ということで、海辺の美しい風景から着想を得ました。英国生まれのクラシックアイテムや伝統的なフィッシャーマンズウェアの要素がアップデートされた今回のコレクションは明日10月18日金曜日より発売となります。はい、本日は配信を見ながらお買い逃しがないように必ずお気に入り登録をお願いいたします。はい、今吉文さんがお気に入り登録とね強調してくださいましたけれども、はい、皆さんよろしくお願いいたします。あと今日は TikTok、Instagram でも同時配信してますので、そちらから見てる方もいらっしゃるかと思います。早速ね、もう見てますよね、りょうさんね。はい、はい、西さん、みーさん、はい、こんばんは、楽しみ、こんばんは、ありがとうございま す。ということで海外からも結構見てくださってる方多いようで、ありがとうございます。パンツ売るかなみたいなおっしゃってますね、待ってましたと、楽しみ、はい、ありがとうございます。さあということで早速みんな挨拶いきましょうか。はい、はいはい、ユニクロ御徒町店スタイルヒントスタッフの舞です。そして、はい、富山トヨタ店スタイルヒントスタッフの涼子です。そして、はい、大村松並店スタイルヒントスタッフのカレンです。そして、はい、ユニクロ東京スタイルヒントスタッフ吉海です。そして、はい、ユニクロ新宿東南口フラックス店スタイルヒントスタッフの涼です。そして、はい、ユニクロ原宿店の日向です。お願いいたします。お願いします。さあ、そして MC で今日はあのフリーアナウンサーの梅田陽子も入らせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、すでにですね、こう話題のこのコレクションの発売が明日に迫ってきましたけど、はい、なんか皆さんなんか印象あります？早速見られて、やっぱりこう、JW アンダーソンさん、アンダーソンらしいこうサイズまでこだわり抜いたデザインがすごい多くて、本当に全ていいアイテム揃ってますので、女子チームどうですか？いや、もう毎回見てて、やっぱり色合いだったりとか、もうこの洗練されたデザインがやっぱり見てても楽しいですし、店頭で見てもやっぱり買いたくなるなっていう、はい、もう意欲がそそられます。はい、クロリミさんも御徒町でいつも買ってますってね、応援で来てますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ポチャコさんもヒューゴさんとマルコメさん、みんな可愛いねって、名前覚えられるかなって覚えてください、はい、はい、ぜひ、はい、ということで、これコレクションなんですけれども、はいはい、いろいろこうやっぱり完成度が高いとか、うん、皆さんこうメディアからもものすごいいろんなお声をいただいてまして、いろんな幅広い世代に受けそうとかね、うん、あと秋の始まりを感じられそうという、うん、もう前評判がとってもいい感じで、うん、いただいております。はい、SNS でも話題ということで、はい、皆さん注目高いかと思います。オンラインですけれども、今回ね、時間何時でしたっけ皆さん、せーの、8時15分。そうなんです、今回はオンラインは明日、27日、違う、27でいいですよね、はい、あ、間違えた、18、ごめんなさい、私がすごい焦ってる、10月の18日の朝8時15分からオンライン発売ということで、はい、ぜひ皆さん、今回は時間もいってますので、はいはい、お願いしたいと思います、はい、今日はね、90分で、今回配信もお送りしていきます、はい、そしてですね、ファッション感度の高いあの雑誌出版社の皆さん、あとウェブメディアなど あのメディア向けに行われた試着会で好評だったアイテムのコメントも紹介していく予定でございます、はいはい、ということで、いろいろね、これが人気だったとかあれが人気だったとか、ちょっとプロの目線も今日はご紹介していく予定です、はい、さあ、そしてプレゼントがあります。はい、はい、今回の視聴者プレゼントはユニクロ&JW アンダーソンのヒートテックデオドランドソックスになります。待って、デオドランドなの？そうなんです、はい、すごいですよね、もう消臭まで完璧、ね、今まであります、ね、ヒートテックかな、ね、これ違いましたっけ、はい、はい、
こちらですね。冬だって見れますよね。可愛いね。可愛いです。可愛い。でこちらが4足セットになっておりまして、うん、抽選で10名様にプレゼントです。うん、で全 4柄の色はお楽しみになります。はい、ありがとうございます。ドキドキですよ。届いてからの楽しみ。インスタですとか TikTok の皆さんはアプリからご覧いただくと配信を見ながら買うことができますので、ぜひ皆さんインスタ TikTok アプリいろんなところからね、ご活用いただきたいと思います。あとお気に入り、はい、ぜひ今日はお願いしたいと思います。発売は明日18日ですので、今日はお気に入り登録でお願いしたいと思います、はい、そしてですね、配信中に発表する5つのキーワードに答えていただいてプレゼントゲットしていただく感じです。いつもと同じです、はいはい、なお応募方法は番組の最後にお伝えします。途中途中ね、あのスタッフの皆さんからキーワードの発表ありますので、うん、そのあたりもご注目ください、はい、ということで早速1つ目のプレゼントキーワードですけれども、はい、なんか5つありますね、はいはい、どこから開くんでしょうか。どこから開くんでしょうか、はい、えこれキーワード発表しちゃっていいですか。はいということで皆さんせーの、ドン、ドン、おー、え、何、なんとか、なんとか、なんとかーですね、なんとかーですね、はい、ちょっと難しいです、いろいろ大喜利してみてください、皆さん、はいはい、ということで今日は、コレクション20個ね、コレクションが20個コレクションあるんですけれども、10月15日時点での、おとといのお気に入り登録数をメンズ、ウィーメンズのそれぞれ上位5位を発表します、はい、20型今日ご紹介があるということで、こんな感じでご紹介をしていきます、はい、じゃあちょっと今日は吉見さんに天の声入っていただきますので、うん、早速いきましょうか。はい、ということで、はい、皆さんお待たせいたしました。でまずで早速ウィーメンズの5位からご紹介していきましょう、はい、ユニクロ &JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング、ウィーメンズの第5位はこちらです。ツーウェイタックストレートパンツでございます。はい、こちらですね、はい、早速持っていただいてますが、こちらが5位のツーウェイタックストレートパンツ3色展開4990円でご用意しております。はい、はい、では早速こちらを着ていただいてますので、はい、全身サイズからお願いいたします。はい、はい、私が身長165センチで、まず上からいきますね。このワンピースになります、うん、フランネルアシメトリックヘムワンピース、はい、こちらが L サイズを着用しております。はい、そして下ですね、ボトムスが先ほどご紹介がありました第5位のツーウェイタックストレートパンツ、はい、ジャストサイズの M サイズを着用しております。はい、はい、こちらですね、はい、こう2ウェイという名前もある通り、 それがポイントなんですよね。はい、2ウェイというのがこの 裾ですね、ボタンで調節ができまして、はいはい、ここでワイドストレートのシルエットと、あとはもう少し狭まったところにボタンがあるので、そこ止めていただいたら、はいはい、テーパンドシルエット、ちょっとすっきりめに、はい、着用いただけます。でちなみになんですけど、はいはい、今私がそのちょっとすぼめたちょっと絞って、絞ってるんですね、はい、着用しております。インサートが出ますかね。そうですね、比べると分かりやすいかも、分かりやすいかもしれない、はい、結構違うんですよ ね、 そうですね、これ同じ商品なんですよね、はい、そうです、同じおズボンでサイズも同じですね、うん、はい、ボタンで絞るとテーパーのまた右手になるんですね、はいはい、今ポムコさんから、はい、ちょっとコメントありまして、スタッフさん紹介のアイコン変わりましたねということで、よくポムコさん気づきましたね、うん、そうなんですよ。実は僕たちの紹介するアイコン変わりまして、はい、新しく、そうです、うん、こうサイズ目安のサイズですね、表記するようにしました、はい、なので僕たちがジャストサイズできると、うん、トップスの T シャツだったら M サイズ、うん、ボトムスのレギュラーのパンツだったら M サイズ着用しますよってところで、はい、目安のサイズ書いてますので、ぜひ、ね、これ見方として、はい、ジャストサイズであればカレンさんは、はい、上のものはトップスは M そうです、はい、そしてパンツは M を着るっていうことですね、はいはい、なのでぜひ参考にしてみてください。わかりました。はい、はい、でこちらウニさんからも、はいはい、素揚げしたらテーパードできないのかなってところでありましたが、うん、実はこちらお直しができない、そうですね、はい、うん、なのでここの裾であのシルエットを変えておしゃれを楽しんでいただけたらいいかなと思います、はいはい、結構丈感気になる方がいらっしゃるんですけど、うん、いかがですか丈感、あ、はい、そうですね、私が身長165センチでジャストサイズを履いてるんですけれども、うん、はい、若干アンクル丈っぽいというか、
少しソックスが見えるので、このソックスで遊べるかなと思います。それこそ、ね、はいはいはい、JW アンダーソンのソックスいろんな種類あります、たくさん種類ありますので、なんか気分によって、私は今白のソックスで合わせてるんですけど、例えば赤だったりとか、うん、ブルー系で合わせていただくのもいいんじゃないかなと、はい、思いますね。ソックス店もね、可愛いですよね。あ、そうです、ソックス店も可愛いですよ、はい、結構コメントもたくさん来てまして、はいはいはい、ありがとうございます。ちかさん、はい、ワンピース可愛い、あとでりょうこさんにも着てほしいな、低身長なのでということで、こちらグレーの、ね、ワンピースもぜひ今着てますので、うんうんうん、後ほどご紹介させてください。はいはい、あと合わせてメンズも着用してほしいですという声もたくさんありましてですね、りょうさん実は履いてるんですよ。はい、はい、ありがとうございます。身長170センチで、L サイズ着用しております。 L サイズ、はい、はい、でトップスは M サイズ着用しております。まあ、普段ウィメンズだったら、タックワイドパンツとかは M サイズ着用するんですけども、うん、ワンサイズ上げて L サイズで着用しております。はい、で今結構腰履きして丈が靴にかかるぐらいなので、はい、結構上まで上げちゃうとちょっと短いかなっていう印象ですね。はい、うん、なので、まあ、ワンサイズ上げるのがおすすめかなと思います。あとですね、うん、この方はインスタから入ってきてくださってるんですけども、買おうか迷ってたんですけれども、うん、154センチということで、りょうこさんまさに、はい、ちょっとなんかこう、りょうこさん150センチでこの方はね、はい、ちょっと丈が長すぎかなって悩んでらっしゃると思うので、はい、なんかもしそのぐらいの身長だったら着方のポイントとかあったら教えてもらいたいんですけど、はい、そうですね、私身長150センチで今ツーウェイタックパンツの、XS サイズ着用してきました。でこれ 2way っていう名の通りここ絞れるので、もし長さが気になられる方はちょっとテーパードシルエットで履いていただいたら、そんなに長さ気になることなく履いていただけるんじゃないかなと思います。あとは今みたいにちょっとヒールのあるブーツですとか、ただ私より少し身長が終わりなので大丈夫かなと。後ろ向いていただいてもいいですか。はい、後ろはこんな感じです。はい、こんな風に絞って、はい、着ていただいてます。りょうこさん150センチです。154センチの、ね、方がいらっしゃったので、はい、ちょっと着ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、あと結構素材感生地感も気になって、うん、皆さんいらっしゃいました。小高さんより生地感どうなんだろう、うん、秋仕様っていうところで、うん、近づいて見せてください。りょうこ、んね、はい、さん素材感どうですか。なんか若干キモ感ありますかね。そうなんですよ、うん、ウールライクのようなキモ感があって、うん、履いててすごく気持ちがいいですね、うん、裏地はないです、うん、はい、ウールライクなんかちょっと寝るっぽい、どんな感じですか。うん、なんか寝るっぽい感じ で、ね、ストレッチは効いてます。ストレッチは効いてはないです。うん、はい、うんうんうん、わかりました、うん、はい、こちらがもう大好評いただいて第5位ですね、うん、ウィメンズ第5位の 2way タックストレートパンツでございます。はい、3色展開4990円にてご用意しております。はい、これはちょっと丈の調節ができないのが、そうですね、なのでぜひサイズ感は着用している皆さんのね、スタッフの着用の感じを見て選んでいただくとよろしいかと思います。はい、はい、こちらも下にね、画像あるので、ぜひお気に入り登録もよろしくお願いいたします。お気に入りでお願いいたします。はい、さあ続いては、はい、それでは次に行きましょう。はい、次はメンズの第5位ですね。はい、ユニクロ&JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング、メンズの第5位はこちらです。タックワイドパンツでございます。はい、こちら5位、はい、タックワイドパンツ3色展開、お値段4990円でご用意いたしております。はい、はい、ゆうこさんこれ実は入っていただいているので、サイズ、はい、全身サイズからお願いします。僕はただいま身長178センチで、こちらのタックワイドパンツ73を着用しております。こちら3色展開でご用意しております。はい、で僕が、パンツのジャストサイズ L サイズなんですけど、うん、この表記だと、はい、あ、ご自身の全身も教えてくださいね。ごめんなさい、僕が今ダイヤス、この上ですね、ダイヤステッチのクルネックセーターが今 XL、うん、サイズで、下のパンツが、タックワイドパンツ73を着用しております。はい、はい、でヒューゴさん、うん、ヒューゴさん久しぶりって声もさっきからあったので、です、ヒューゴさん、うん、そのパンツ、はいはいはい、結構推しってさっきとか言ってたんですけど、これめちゃめちゃ推しポイントぜひ教えてください。はい、これがちょっと今履いてるんですけど、これ通常のユニクロの商品にないようなストーンとまっすぐ落ちるワイド、うん、なストレートシルエット、皆さんこれ分かりますかね。
そうです、結構太めですよね。今までのパンツって結構テーパードがかかってるものが多いんですけど、これはもう綺麗に結構ストーンと落ちるデザインなのかなと思います。なのでこの裾の部分にたまりが作れたりして、めちゃめちゃ、そうなんですよね。今りょうこさんもね、はい、女子も来てくださってますけども、はい、そうなんです。はい、私身長150センチで、フラネルシャツは XS サイズ、こちらタックワイドパンツ、今ご紹介中のタックワイドパンツ、オンラインストア限定の70のサイズを着用しております。はい、はい、これ70ですね。実際に履いてみてどうですか、メンズの70。はい、私実はメンズのパンツって履いたことがほとんどなくて、もうほぼ初挑戦なんですけど、なんかベルトでウエストはもちろんギュッと絞って、うん、裾も2回折りでこんな感じで、なんかすごい楽ちんです。はい、見た感じコットン、はい、コットン 100% 素材なんですけど、うん、すごい綺麗に見えますよね。そうなんですよ、すごい艶があるというか、うん、いやママンさんがね、はい、ワイドなのに太って見えないっておっしゃってますし、あとねこれメディアの方もおっしゃってるんですけれども、うん、あのデニムもチーノもあの普段のユニクロで見ないくらいワイドシルエットなんだけれども、うん、でもすごく綺麗で、トレンドを超えて愛されるんじゃないかってコメントを寄せてくださったメディアの方もいます、うんうん、でさっきのコメントみたいに、はい、ワイドなのに太って見えないっていうのは、うん、ここにこうタックが入ってるのでしっかりとあのスタイルよく綺麗に見えるという特徴のパンツでございます。はいはい、これポムコさん、またがみ深めですかってありますか、どうですか。これまたがみ結構深いですね。結構深いと思います。うんうん、でメンズのパンツなんですけど、これもうどのぐらいだろう、結構もうウエストのへそのところまで、おへそのところまで、私ももう、はい、上げてます。おへそはかなり、うんうん、真ん中、そうです、このあたりおへそなのでハイウエストでより足長効果で、うん、はい、ちょっと足元見たいとおっしゃってるので、ね、ちょっと足元2人とも見せてもらえますかね。足元多分くるって回った方がいいのかな、ちょっと一周パンツですからね、この位置で大丈夫ですかね。ちょっと後ろ姿とかどんな感じか、後ろ行き合わせ、行き合わせ、行き合わせ、生地の厚め感とか生地感どうですか。生地感ですね、うん、で軽いのか、うん、僕がまず普通に履いてるんです。涼子さんは2つ折りで履かれてますね。うん、で生地感なんですけど、結構履きやすい。もう少し近くで、うん、結構ねコットンツイル素材っていうところであって、光沢感のある柔らかめの素材って言った方がいいんですかね。はい。本当に上品見えするパンツなんですよね。そうそうそう、で生地感ね結構柔らかくて着やすいと思います。うん、でさっきここまで暑すぎる感じではないですよね、うんうん、どうでしょう、これこれから寒くなって、はい、これ1枚で、まあ、地域差はあると思うんですけど、はい、いけるのか、それともちょっと中にヒートテックのタイツとか何か入った方がいいのか。そうですね、うん、だから結構生地は柔らかくて、うん、そんなに暑くないので、うん、中にそうです、ね、まあ、ヒートテックレギンスとかね、レギンス履いていただけると、はい、ワイドなので、うん、表にね出ることなく、はい、レギンス履いていただけます、うん、思いますよ。はい、はい、あとねさっきすごい皆さんからマフラーのお話いただいてる方多かったんで、ちょっと今もマフラーのスタンバイができてるので、はいはいはい、小物を着せていただいて入ってきていただけます。こんな感じでいい色ですよね。そうなんです、結構今回もところどころこだわってるデザインがかなりあってですね、じゃあ舞さんその持ってるレッドをですね近くで見せてください。はい、はい、こちらがヒートテックマフラー3色展開2990円でご用意しております。こちらも本当にいろんな色が混ざったチェック柄が施されているものになってますが、うん、本当にこう色合わせも本当に絶妙で、いろんなアイテムと合わせやすいマフラーになってますよね、うん、どうですか、なんかチクチクとかあります、リオさん。僕は全然感じないです、うん、感じます、全く感じないの で、 いで、ね、私これもう本当にずっと、うん、リハーサルテーターなんですけど本番前にね、そう本番前ずっとくるくる、うん、つけてたんですよ。だからそれぐらい本当に着心地というか、うん、まあ、着心地はすごいいいです、うん、マフラーはトップ5に入ってないってことって言ってる方いるんですけど、うん、まあそういうことになりますかね、なります、ね、そうですよね、はい、でもこれからまだ入るかもしれない、でもなんか好評なんでやっぱり皆さんね、小物から入りたいね、そうです、結構毎年毎年 JW アンダーソンとのコラボは小物とか、うん、ソックスとかグッズ系がかなり人気が高いので、うん、そういったところもご紹介していければなと思うんですけども、うん、直美家さんがマフラー毎年すぐなくなっちゃうから、はい、今年は今買う、そうですね、お気に入りです皆さん、はいはい、ちなみにりょうさんが被っているものがヒートテックのニットキャップ3色展開1500円でご用意しております。こちらもマフラーとセットでね楽しめる同じ柄のものになっておりますね、うん、はい、はい、じゃあ、
赤で見せますね、うん、近くで、はい、ママさん、そうなんです、週明けから寒くなるから小物欲しいということでね、もう小物とかをね、こうニットキャップとかマフラーとかそういったのも楽しめる季節にもなりましたので、ぜひ、はい、この機会に検討してみては、お気に入り登録してみてはいかがでしょうか。じゃあちょっと小物の紹介をこのあたりにしまして、ちょっとパンツに話戻したいと思うんですけど、はいはい、あのね、さっきのパンツですね、うん、とあと普通の通常商品のタックワイドパンツとの違い、うん、まあ、ユニクロ素敵なパンツいっぱいあるので、うん、ちょっとパンツどのあたりが違うのか、うん、いろいろお話できたらと。そうですね、ちなみに似ているところで言うと、うん、マサさんからもあったように、ユニクロ U のワイドフィットチノとの大きな違いは何ですかってところで実は準備してるんですよ。もうね、はい、タックワイドはカルビーさんから寄せていただいてて、うん、ちょっとここで持ちます、ね、皆さんもうすでにお持ちなのかもしれないですよね、はい、何が違うのか知りたいっていうね、そのあたりちょっとかゆいところに手が届く解説を、うん、ね、今してきますからね、はい、はい、こんな感じですよ、はいはい、こちら今右で用意してる、ヨウさんが持ってるのがユニクロ U のワイドフィットチノ、うん、でマイさんが持ってるのが今回の JW アンダーソンのタックワイドパンツですが、はい、うん、同じ綿100の素材は違う、一緒なんですけども、うん、厚さであったりとか、うん、表面の風合いが全く違います、うんうん、違う、確かに、どう違います、なんかこっちの方がザラザラしてる、こっちっていうのは、あの今の僕が持ってる U の方です、 U のすで、はいはい、にある商品、うん、で、はい、今回の商品はこちらの JW アンダーソンの方が若干その肌触りがツルツルというか、うん、まあ、それこそ肝があるような感じ、うん、ちょっとあったか度が増してるっていう感じはしますかね、だからただこちらの JW アンダーソンの方が柔らかいので、うん、なんかイメージとしてはスラックスとチノパンの間ぐらいのイメージで考えていただけるといいかなって思います。こっちはね、若干デニムっぽい、なんて言うんだろう、うん、そういう生地感でもありますし、うん、こっちのがちょっとエレガントに着れるかなと思います、うん、あ、ちょっとね、ここでマイマイさん、ま、あのマフラーやってるので、はい、グレーのマイマイに前々に被ってほしいっていう、ちょっとお二人か3人ぐらいからいただいてるので前々そこで被って、帽子ですか、で前々にね、帽子多分りょうさんみたいに被っていただきたいんでしょうね、被ってきます、はい、うん、あ、竹谷さんがおっしゃってるね、ニット帽かぶってほしいと、うん、はい、でおさらいをすると、右のユニクロ U のワイドフィットチノは、うん、もう本当にチノ素材なので、うん、張り感があって、うん、こうガシガシ着れるタイプ、うん、で左の、今回の JW アンダーソンのタックワイドパンツは、うんうん、よりこう光沢感があってスラックスにも見えるような綺麗めパンツってところで、うん、見ていただくといいのかなと思います。このタックも入ってるので、はい、本当に綺麗めに履けるチノパンって感じです、はい、タックの深さはどうですか、深さ結構深めですよね。深めです、うんうんうん。結構深いです。今回のがタック深いってコウさん。浅くはないですよね。浅くはない。はい、かなり深めに入ってます。はい、ありがとうございます。うん、こちらがメンズ第5位のタックワイドパンツでございます。うん、3色展開、お値段4990円でご用意しております。はい、うん、ありがとうございます。ということで続いては、はい、メンズの4位。はい、4位。あ、じゃあその前にちょっとマイマイさんが。マイマイさん入ってもらいましょうか、はい、マイマイさんに入っていただいて、はい、ニット帽とマフラーこんな感じです、はい、セットですね、かぶってまいりました、あ、帽子もおしゃれですねって、はい、うん、このおっしゃってますよ、ワントーンとあとこのグレーの小物で差し色みたいな感じで、差し色で、はい、もうお揃いで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、本当にもうグッズは一旦このぐらいにしておいて、はい、ちょいちょいまたグッズ挟んでね、行、はい、ね、はい、きましょうかね、はい、ではランキングに戻ります、はい、はい、次はウィーメンズですね、ユニクロ &JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング、ウィーメンズの第4位はこちらです、じゃん、カーブパンツでございます、カーブパンツまた来ましたね、はい、カーブパンツですね、はい、こちらウィーメンズは5位4位ともにパンツパンツでした、はい、はい、こちらカーブパンツ4色展開、お値段4990円にてご用意いたしております、はい、でこちらを実際にのお二人に着ていただいてますので、まず舞さんから全身サイズよろしくお願いします、はい、はい、じゃあ改めまして舞です、身長155センチでただいま上から、ダイヤステッチクルーネックセーター XS サイズを着用しております。で今回、第4位に入ったこちらのカーブパンツ、こちらがサイズ61で着用しております、身長155センチで61です、はい、でこちらがヒートテックマフラーと帽子になります、はい、うんうんうん、はい、ありがとうございます、本当に全身白で統一された本当に素敵な公演になってますが、はい、実際にカーブパンツ履いてみてどうですか、はい、もう本当にこの
ポケット、ベイカーポケットもそうですし、うん、あとはもういろんなここのボタンのちょっとあるかな、あぜひ近くで見 て, て、はい、見てもらった方がいいかもしれない。フロントボタンのこの JW アンダーソンって入っているこのロゴとかもすごい素敵ですし、あと後ろのポケットのとこにもロゴついてるんですよ。実はありますか、あれか、細部までこだわったこう刺繍とか、確かに本当にこだわってますよね。なんかこういう細かいところまですごいなんかこだわってるのがとっても素敵です。今まいまいさんから、ね、ベイカーって言葉出てきたので私も思い出したんですけど、はい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 、通常に売ってたちょっとベイカーパンツともちょっと似た雰囲気ではあるけれど、でもちょっと違うんですよね。そうですね、今回のカーブシルエットになりますので、また新しいねこのなんて言うんですかね、ベイカーパンツだけどカーブシルエット、うん、で多分皆さんが結構ここの太ももあたり気にされると思うんですけれども、結構ゆったりしてるので、はい、体型カバーにもできるかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと全員の全身サイズ、はい、一旦ここで伺っておきましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあ変わりますか。はい、あ、じゃあ、はい、私です、うん、はい、私も同じカーブパンツ着用しておりまして、身長165センチでジャストサイズの、64センチですねを着用しております、はい、ちょうどいい丈感です。165センチのカレーさんのちょうどいいですね、うん、そうですね、うん、はい、これはお直しできる商品、お直しは、うん、ちょっとお調べします、ね、はい、お直し大丈夫です、はい、お直し、はい、お直しできる、はい、はい、できます、はい、あとカレーさんトップスもちょっと教えてもらってもいいですか。はい、こちらトップスはメンズのフランネルシャツですね、はい、はい、M サイズを着用しております。はい、で中にもあったかいの着て、はい、中にはこのインハンスの極暖ですね、極暖のタートル、うん、ヒートテックカシミアブレンドタートルネックティーです。あと、はい、お帽子も可愛い。そうですね、こちら、はい、全身、うん、全身です、ね、はい、全身、うん、暖かそう。そうですね、ね、うん、はい、あと次がヒューゴさん、ヒューゴさんもぜひ、はい、うん、結構丈感が気になっている方がいらっしゃいまして、ね、うん、メンズでも全然履けるんですけど、はい、丈感どうですか。で僕が今メンズ身長178センチで、お二人と同じカーブパンツ70インチを70を着用しております、うん、で、上の、ケーブル V ネックセーターが XL で、下のこちらメンズのフランネルシャツなんですけど、こちらが L サイズを着用しております、はい、身長178センチ。これって素材チノっぽい感じって考えたらいいですか、どういう感じでしょう。はい、こちらはクラムさん、はい、これがコットン100綿 100% になってて、うん、なんかチノよりなんか光沢感めちゃめちゃありますよね。そう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 、これちょっと同じ色で、はい、綿は 100% なんですけども、うん、見ていただくと分かるようにちょっとツヤ感があるというか、うんうんうん、光沢感のあるその表面なんですよね、うん、なのでこうベイカーパンツとかワークテイストではあるんですけども、うんうんうん、きれいめにも高めパンツというところで、うんうん、はい、本当に素敵な色が揃ってますよね、うん、今僕メンズで着用してるんですけど、はい、なんかメンズで、うん、ウィーメンズのアイテムのパンツを履くと丈がちょっとアンクル丈になるんですね、うんうん、でアンクル丈になるとちょっときれいめのコーデに使いやすくなるのかなと思います、うんうん、はい、どうですか、はいはい、カレンさん、はい、男性用に作られてるパンツ履かれてて、うん、あそうですよね、あそうだ、これはウィメンズの商品、そうウィメンズの今私がごっちゃになってるそのぐらい、そうですね、はい、ヒューゴさん、高身長のヒューゴさんが着てるから、うん、ものすごいね、でもなんかこれはこれで全体的になんて言うんですか ね、なんか英国紳士というか、そうそうそう、そういう感じのファッションになりますので、ね、はい、はい、とても素敵な感じですいいんじゃないでしょうか、はい、いや最後にちょっと同じちょうど色も着ていただいているので、はい、一周ちょっと2人で並んでサイズ感試してみてもいいですか、はい、私たちですかね、はい、はい、せーの、はい、はい、メンズとウィーメンズこんな感じで丈感が変わってまいります。はい、あとこれに関するストレッチも教えてもらってもいいですか、カーブパンツ。あ、ストレッチ、はい、ストレッチは効いてないです、コットン 100% なので、これはもう張りのある、はい、そうですね、と考えて、はい、はいはい、ありがとうございます。こちらが B メンズ第4位のカーブパンツでございました。4色展開4990円ですね、はい、はい、ごめんなさい、はい、はい、コメントで小太漁師さんがダイヤの方の B にも見たいってコメントあったので、うん、ちょっとかぶってきました。じゃあ2人でちょっと同じですよね、ダイヤ柄ですから。ダイヤ、ね、お二人ともカレンさんとリョウさんは一緒です、はい、どうですか、なんかそれって折ってもいいし折らなくてもいいの、どういう風に使ったらいいんですか。折った方がいい、折った方がいいです、折った方がいい、うん、折った方がいいです。これ着替えて売ってる感じそうです、折らないともう こんなになっちゃう、はい、あそうですよね
頭の後頭部を見せてもらってもいいですか。後頭部どんな感じですか。後ろ、帽子の被ると若干ゆとりが出るぐらいで、本当に可愛らしいこうクシュッとした感じの形になりますね、はい、はい、ありがとうございます。あ、チュパッカさん、今はパンツの質問だけなんですねってありますが、もし何かありましたらお気軽に、うん、あの質問書いてくださいね、はい、お願いいたします。明日発売ということで、今日はね、うん、ユニクロ JWA アンダーソンの、コレクションご紹介しております、はい、うん、秋冬コレクションです、はい、明日、はい、気になるアイテムとかありましたら、うん、実はねいろんなサイズもご用意しているので、うん、このアイテムのこのサイズ見たいというもので用意があればそちらにも着替えますので、うん、ぜひ送ってきてください、はい、明日のオンラインでは8時15分から、今回はお時間をはっきり明記しています。8時15分からオンラインでは発売いたしますので、うん、今日はプッシュ通知、ね、してもらえればすぐプッていきます、はい、そうなんです、うん、お気に入り登録していただければ発売すると同時にプッシュ通知届きますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんお待たせしました。続きましてはメンズの第4位ご紹介していきましょう、はい、ユニクロ &JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング、メンズの第4位はこちらです。次なんだろう、じゃん、フランネルシャツでございます。シャツということで、さっきからもう、はい、カレンさんが着ているものですよね、はいはいはい、こちらメンズ第4位ですね、はい、フランネルシャツ長袖、はい、2柄ございまして、それぞれ3色展開、お値段2990円でご用意しております。そっか、カレンさんの柄とヒューゴさんの柄ちょっと微妙に違いますね。細かい柄になってますね、はいはい、まず早速ですね、カレンさんから着用サイズ全身お願いします。はい、はい、で私が身長165センチで、こちらフランネルシャツメンズアイテムになります。 M サイズを着用しております。でボトムスは先ほども紹介いたしましたカーブパンツの64センチを着用しております。はい、ありがとうございます、はい、ではそのままちょっとヒューゴさんもサイズいきますか、はい、うん、僕今インナーに、メンズのフランネルシャツを着用しております。こちらが僕身長178センチで L サイズで、僕こちらがウィーメンズのケーブル V ネックセーター XL サイズで、下さっきも紹介しましたがカーブパンツ70を着用しております。はい、ありがとうございます。8センチです。はい、はい、本当に2柄それぞれめちゃくちゃ可愛いんですけど。そうなんですよ、カレンさん、はい、ぜひなんかこれがおすすめって言ってましたよねさっき、はい、そうなんです、私これがもう本当にマストバイしようかなって考えてる商品なんですけど、一押し、はい、メンズですから、サイズはいくつ選ばれたんですか、うん、もう一回教えてもらっていいですか、はい、こちらはあのメンズの M サイズを着用しております。で、はい、普段もウィーメンズの時買う時は M、B メンズの商品はジャストサイズは M サイズです、ね、でも今回はメンズでも M を選んでるってことは、はい、そうなんです、なので少し大きめを着てるので考えていいですか。若干あのオーバーサイズになりますね、はいはい、袖もあの手の甲がしっかり隠れるぐらいまで、うん、あのサイズ、あ、長さがありますね。で、着丈もお尻が隠れますか、はい、あ、そうです、もうしっかり隠れてます、うん、はい、はいはい、じゃあこのぐらいですね、同じウィーメンズのサイズと同じサイズの表記のものを買うといいってことかしら、はい、そうですね、私だったら、うん、あのちょっとオーバーサイズでゆとりを持って着用したいので、うんうん、ワンサイズ、あ、ジャストサイズだったり、あとはあえてワンサイズ上げても可愛いかなとは思います、はい、ありがとうございます、はい、あともう一つね、ヒューゴさんの柄も、ヒューゴさんの方の柄も、うん、これがね、本当 JW アンダーソンらしい切り替えのデザインになってるんですよね。切り替えデザインがね、めちゃめちゃ可愛いんですよね。ミックさんより真ん中の赤色のシャツ気になるってことで、それちょっと近くで見せましょうか。はい、ヒョコさん近づいてきてください。あとちゃんと JWA があるのよね。そうなんです、裾にね、裾に書いてあるんですよ。ありますね。はい。ちょっと後ろが長めになって。そうですね、はい、うん、ラウンドカットになっているので、はい、インしてもアウトにしても両方楽しめると思いますよ、はい、ちょっとこう赤つながりで後ろが見えてきたんですけれど、りょうごさん、赤い、ちょっと赤赤で、赤つながりでちょっと赤い人が入ってまいりました。今赤いシャツの後ろから赤いりょうごさんが、はい、先ほどあの、うん、ニトモとマフラーのセットをあのご覧になりたいというコメントがありましたのでつけてきました、うんうん、はい、同じ柄お色でこんな感じでセットアップで着用しております、はい、うん、はい、あとスカートのコメントもございまして、うん、はい、でこのコレクション唯一のスカートに、はい、ワンピースを除く、ね、うん、はい、スカートになります。こちら、ウールブレンドラップスカートですね。私今身長150センチで XS サイズ着用しております、うん、はい、はい、でちょっと近くでお見せするんですけれども、うん、少しここありますかね、このラップになった部分がこう斜めにアシンメトリーになってて、うん、ちょっとデザイン性のあるものになっております、はい、はい、でラップスカートなのでここボタンですね、ここにこのボタンにはしっかり JWA の
ロゴが入ってまして、細かいところまで入ってるんですね。そうなんですよ。でここ全部ボタンになってます。ファスナーとかはついてなくて、はい、内側にめくれ防止の、ボタンが1箇所と内側のボタンが1箇所、あとちゃんと肝心な冬ですから、はい、裏地が、ね、裏地がございます。はい、はい、あともう一回涼子さん150センチは竹感、はい、150の方が着用されると、はい、スカート竹、はい、このような感じ、はい、身長150ちょっと見にくいので、はい、ちょっとマフラーを避けます ね、膝下ぐらいね、はい、そうですね、膝はこのあたりなので、うん、ちょうどすねの真ん中ぐらい、うん、はいはい、の丈感です。はい、はい、170センチの私が当ててもさっき膝下ぐらいでしたよね、うん、そうですね、うん、はい、そんな感じでした。はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ実はですねこちら、うん、蓋柄あって結構その素材感とか厚さとか気になるってコメントをチュバスカさんよりいただいていましたので、ちょっと2人にそのまま紹介してもらいましょうか。はい、こちら素材は綿100ですね。綿100です。綿 100% ですね。はい、はい、ちょっと近くに来ていただいてみると、はい、そのフランネル特有の起毛感それぞれ2つ一気に来ましたね。こんな感じですね。柄の違いによってちょっと違って見えるかもしれないんですが、ほぼほぼ手触りなど、はい、着心地なども同じです、うん、はい、ボタンの色もちょっと違ってますね。はい、はい、こんな感じになってます。りょうこさんがお持ちの方が、うん、お持ち JW アンダーソンといえばの、そうですね、ダブルのチェックですね。切り替えが、はい、らしいですよね。はい、あとですねスカートに関してでしょうかね、はい、お洗濯宇佐庭さんなんですが、はいはい、吉見さんどうですか。はい、こちらですねお取り扱いは水洗いは不可となっておりますので、ドライクリーニングでしたら可能ですので、うん、そちらでお手入れしてみてください。はい、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、はい、本当にもう毎年 JW アンダーソンのフランネルシャツは、うん、いつも大人気毎年出てるので、本当に楽しみな方もたくさんいらっしゃると思います。はい、はい、改めてちょっと着用サイズだけ教えていただいて、はい、次に行きましょうか。はい、はいはい、では私が身長165センチでメンズフランネルシャツの M サイズを着用しております。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日はですねユニクロ&JW アンダーソン2024秋冬コレクション発売前夜ということで、明日18日の朝8時15分からオンラインで発売予定となっています。今回は時間をはっきりお伝えしています。またですね、はい、今日は画面下の商品画像から商品ページに飛ぶことができます。インスタ、TikTok の皆さんはアプリからご覧いただきますと配信見ながら買うことができますので、ぜひ、アプリから回っていただければと思います。ありがとうございます。はい、サイズの表記出るのいいですね。そうなんです、少しずつユニクロ配信変わってますから、はい、進化してますのでね、はい、あといろんな質問とかご要望ありましたら皆さん打っていただけると嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあということで、ここで視聴者プレゼント、はい、今回は、はい、はい、なんと、はい、こちらがもう豪華視聴者プレゼント、ユニクロ &JW アンダーソンの、はい、ヒートテックデオドラントソックス、こちら4足セットを抽選で10名様にプレゼントいたします。ということで全4柄、はい、全4柄をそれぞれ色はお楽しみにというところで、はいはい、靴下だったら結構みんな履けますもんね。そうですね、家族で履いたりパートナーさんと履いてみたり、ね、いくつあってもいいですね、はい、そして配信中にね、5つキーワードを添えてご応募いただきたいと思います。応募方法は番組の最後にお伝えします。ということで2つ目のキーワード、はい、いきましょうか、はい、さっきはこれ伸ばし棒だけ出てましたが、何でしょう、では2つ目のキーワードはこちら、はい、じゃん、あーですね、なんとか、あーなんとか、なんでしょうね、あーなんか叫ぶ感じ、あーでもないですよね、はい、はい、ぜひね皆さんもコメントなので予想もしてみてください、はい、ちょうど今帽子かぶってるお二人なんで、おめめさんからこういう帽子って立てた方がいいのか少し押さえて寝かした方がいいのか、なんかコツってあります、ニット帽すごい難しいですよね。難しいですよね、確かに。私は若干こう寝せた方が好きなんですけど、こんな感じで、はい、りょうこさんちょっと縦気味、私そうですね、うん、私ちょっと二等をあんまり普段被らなくて、すごいですよ、私も教えてほしいです、うん、いやいやいやなんか立ててもいいし、うん、ご自身でいろいろやってみたら良さそうですね。はい、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。ではランキングの方に戻りましょう、はい、行きましょう、はい、ありがとうございます。まなまなさん明日吉祥寺店に行ってください。ありがとうございます、よろしくお願いします。吉文さんのお店にも行ってくださいね、はい、私の店舗ユニクロ東京店でございます。はい、はい、じゃあ参りましょう、行きましょう、気になる第3位ですね、
ユニクロ &JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキングウィーメンズの第3位はこちらです。ケーブル V ネックセーターでございます。あ、やっぱりニット来ましたか。来ましたね、上位に、はい、楽ですよね、こういうニットって、はい、こちらがウィーメンズ3位ですね、うん、こちら全店展開のウィーメンズケーブル V ネックセーターでございます。3色展開、お値段3990円でご用意しております。はい、はいはい、で実際にこちらをもう先ほどからお似合いの、はい、ありがとうございます、来ていただいてますので、はい、全身サイズからお願いします、はい、ちょっと見にくいのでマフラーを外してしまいますね、はい、はい、ります、はい、で私身長150センチでケーブル V ネックセーター S サイズ着用しております。ボトムスは先ほどもご紹介しましたウールブレンドラップスカート XS サイズ着用しております。はい、感じですね。V ネックが、うん、少し深めなんですけども、うん、ちょうど鎖骨の根元ぐらいですね。でもそんなに深すぎるないので、この胸元が見えてしまう心配はないと思います。りょうこさんやっぱ大人気で、はい、うん、赤がいいっていう女性ファンの方がね、この赤すごいね、よしふみさんもお気に入りの赤なんですよね。本当に僕もこの赤好きでよしふみも好きなのね、本当にすごく深みのある赤、そうなんです、赤なんだけどちょっとテラコッタっぽくも見えるし、うん、ね、うん、ちょっとブラウンが混じったような赤ですね、うんうんうん、ありがとうございます、はい、なんかウニさん、ナオミケさん、クロマリさん、ラウちゃんさん、うん、ボンバーさん、ウニさん、ハツさん、皆さん赤の色具合知りたいとか赤が欲しくなってきたとか、やっぱり赤褒め多いですよ、赤みんなやっぱ注目してたんですね。冬の赤っていいですよね、はい、やっぱアランのニットって永遠のなんかこう憧れじゃないですけど、うん、定番だけど着たいっていう冬になるとね、わかります、アイルランドっぽい感じが、そうですね、そう、で通常商品にはないミドルゲージなので、うん、やっぱりこの秋冬感がすごく一気に出てすごくおすすめです。今年はトレンドですよね、はい、コルコルさんって、うん、トレンドですよね、うん、はい、こうアラン諸島っていうのがね、うんうん、アイルランドにあって、うん、漁師さんの奥様がみんな無事で安全を祈りながらアラン編み、うん、それでアラン編みって、アラン諸島の皆さんが編んだものなんですよ。そう、だからアランは本当にいいんです、うん、願いがこもってるんです、うん、願いがこもった、そうなんですよ、みんなで来ましょう、はい、あ、なこちゃん着れる赤だ、わかります、着れる赤です、着れるんですよこれ、結構赤って、はい、今年結構トレンドで来てるんですよね、うんうんうん、ただ挑戦しにくいなって方もいらっしゃると思うんですけど、はい、結構ブラウンとかも混ざったような、そうですね、落ち着いた、そう、落ち着いた赤になってるの で、本当に着やすいと思います。年代問わず、うん、私みたいなアラフォーの方でも着ていただけます。あとニットの丈感知りたいっておっしゃった、竹感出してもらうとどこまで行きます。丈がですね、そんなに長くないんです、実は、うんうんうん、これがちょっとなんかトレンドっぽい今年っぽいショート丈なので、出していただいてちょっとこの辺でこうためて着ていただいても可愛いと思います。はい、こんな感じですね。いつもの、ね、やっぱり気になる方はチクチク感かな、うん、これね、チクチクしないですよね。ごめんなさい、僕下にシャツ着てるんで、あ、そうか、そうか、ひよこさんは私結構肌敏感肌なんですけど、うん、これチクチク感じないので、うん、はい、でも気になられる方はやっぱり下に1枚長袖着ていただいたらいいと思います。はい、おめめさんが V ネックなのも大人っぽく着れますね、なんておっしゃってますよ。そうなんです、ここのね抜け感がやっぱりいいですよね。ひよこさん、アラフォーなんですか、見えません、いや、ママさんですからね、ひよこさんは、はい、はい、そうなんですよ、はい、はい、あとココさんからさっきからずっとねコメントいただいてました、すいません、りょうさんにね、うん、シャツ着てほしいってコメント結構あって、あ、じゃあ皆さん入っていただいて、はい、ぜひ、はい、やっぱ大人気のフランネルシャツなんでね、はい、お待たせしました、着用サイズお願いします、はい、身長170センチで L サイズ着用しております。はい、はい、ジャストは M サイズなんですけどワンサイズ上げてます。丈感ちょっと長めですけど、でもこういう JW アンダーソンのシャツはオーバーサイズで着てちょっと遊んだ方が可愛いかなと思いますね、僕もその派です。この肩の落ち感とかが本当にいいと思います。はい、はい、全員の、ね、全身サイズじゃあ教えていただきたいので、今度じゃあヒューゴさんも、はい、ヒューゴさんも、ね、ウィーメンズの、ね、実はセーターを着てるんですよね、はい、はい、こちら、うん、ウィーメンズのケーブル V ネックセーター着用しております。僕が身長178センチでただいま XL サイズで、中がメンズのフランネルシャツが L サイズ、うん、で下が、メンズのワイドフィットジーンズを着用しております。こちらが30着用しております、はいはい、セーターのこう丈感とか袖の感じとかどうですか、ね、男性が着るには結構短いんですけど、男性が着るとちょうどウエストマークに
うん、まあかかるかかからないかぐらいですかね。多分りょうさんとか、ね、うん、あのお召しになったらすごくちょうどいい感じになるかもしれない、ね、ちょうどいいと思います。160センチ台、170センチ台ですよね、はい、コンパクト感だとちょっときれいめに着ていただけます ね、 すね、うん、はい、うん、あったかいのは間違いないですか。どうですか。ちょっと汗ばんできましたちょっと汗ばんできた、はい、本当に、ね、これからの季節大活躍するアイテムですので、はいはい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。こちら下から、ね、お気に入り登録もできますので、はい、ぜひここからお気に入り登録して明日の発売に向けて備えてください、はい、ではおさらいしましょうか。ちょっとね、今ジミさんがりょうこさんのコーデ買いますっていうので、嬉しい、ちょっとりょうこさんもう一回ちょっと全身いいですか。はい、はい、トップスがケーブル V ネックセーター、身長150センチで S サイズです、うん、ボトムスがウールブレンドラップスカート XS サイズ、身長150センチで XS サイズ着用しております。はい、はい、ありがとうございます。福さんもフランネルシャツ買いましたよって書いてあるね。多分買うっていうか お気に入り登録お気に入り登録、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。通常展開でもね、フランネルシャツ出ているので、うん、ぜひそちらの、ね、柄もたくさん綺麗なものもありますから、うん、ぜひ見比べて購入検討してみてください。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、お待たせしました、はいはい、続きましてはこちらがまずウィーメンズの第3位ですね、はい、ケーブル V ネックセーターでございました。はい、ぜひチェックお願いします。はい、はい、じゃあ続きましてメンズの第3位をご紹介していきましょう。はい、ユニクロ&JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング、メンズの第3位はこちらです。ヒートテックデオドラントソックスでございます。今日プレゼントにもなってますね。そう、ついに来ましたね、はいはい、こちらも全店展開でご用意させていただいてます、はい、メンズ3位、はい、ヒートテックデオドラントソックス、はい、計4柄でそれぞれ3色展開のお値段590円でご用意しております。なんかね、ミックさんがね、ヒューゴさんのコーデをひっそり旦那に着せてますって書いてある。嬉しいですね、そんなコメントをくださいました。クリーンに着れるってなるとね、こういったアイテムもぜひおすすめですよ、うん、ね、うん、はい、ソックスが3位ですよ、コウさん。そうなんです、はい、多分ソックスもっと上位かと思ったのかな。これが、はい、これが2柄目ですね。2柄目、うんうん、でこれから3柄目。紹介が始まってたあ、こっちかな、はい、なんかみんな意外って声っていうことはもっと上位だと思ったってことかしら。いや、結構毎年定番ですもんね、うん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 、ソックスは。 Y さん、タックワイドパンツ終わっちゃったのか。あのアーカイブ残りますので、はいはい、あのちょっと過ぎちゃったものに関してはアーカイブぜひご注目いただきたいと思います。はい、はい、はい、これが4柄目、ありがとうございます。はい、じゃあ、ね、ちょうど出てるから、うんうん、どれが、そう、どれがおすすめか、まえさんとひよこさんでそれぞれお気に入り一足選びましょう。自分これ着るけどなんかパートナーにはこういうのとか何でもいいです、うん、いや、僕自分で買うなら今ちょっと隠れてるんですが、うん、あ、ちょっと見せちゃう。いいですか。はい、チラチラ、お、どれですか、どれですか。はい、こちらでございます。はい、このあのリブのストレートの、はい、ソックスですね。はい、今ね、ゆいさんからね、うん、臭くならないのかなってちょうどこれ待ってましたね。 ありがとうございます。あとね、ヒューゴさん、はい、ふっこさん601さんがパンツ、ちょっとパンツの名前教えてもらっていいですか。これパンツがメンズの JWA コレクション、メンズのワイドフィットジーンズ、メンズのワイドフィットビーン、はい、ジーンズです。ジーンズ、ふっこ601さん、はい、ありがとうございます。僕が身長178センチで、30インチを着用しております。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにこんな色が他にあります。ということで今、はい、マイマイさんが、はい、めちゃくちゃ可愛い、はい、でヒューゴさんは今カーキかな、カーキグリーン、グリーンでデニムも実はあります、はい、私が思ってます。ブルーですね、はい、すごい後ろからひょこって、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、こんな感じです。色がね、めちゃめちゃ可愛い。そうですね、そういうものに靴下合わせてもらってもいいですね。そうですね、うん、今画面で出ているのがワイドフィットジーンズ4色展開でご用意しております。4990円ですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、あとね、マサイさんから、よしみさん、ソックスちっちゃいサイズってあります。あ、ちっちゃいサイズご用意ございますよ、うん、オンライン限定にはなってしまうのですが、はい、23から25のサイズご用意ございますので、うん、女性の方でも楽しんでいただけますし、あとは足大きい方でもね、27から29のご用意もありますので、はい、ぜひこちらからお気に入り登録して、明日の発売に向けて備えていただけると、はい、はい、明日オンラインで8時15分になってございます、はい、ということで全員にちょっとソックス選んでもらって、吉見さんもどれがいい。あ、ちょっとその前にですね、結構、うん、匂い気になってる方、群れとか気になってる方ね、気になっているんですけど、はいはい、実はこちらデオドラントソックスと名前の通り、うん、あの消臭機能ついておりますので、うん、軽減はされますね、うんうん、ただ洗わなきゃ臭くなりますよね。もちろん当たり前ですけども、ぜひ皆さん洗ってください。でも普通よりは
軽減できるというソックス、うん、機能性がついたソックスっていうことであります。はい、ありがとうございます。はい、では最後にあの皆さんのお気に入りソックスを一足ずつ選んでいただいて、はい、まえ、はいはい、さんはそちら。まえさんと一緒だった。そう、なんかさっきニットで同じような柄あったんですけれども、はい、これから紹介するかもしれないこの、はい、ダイヤモンド、ダイヤント柄のこの、うん、ダイヤね、ダイヤね、はい、で色違いを女子は選びました。りょうさんは可愛いです。はい、はい、僕はこちらです。うん、この秋らしい色、はい、あーいいですね、いいですね、はい、シックで。そうなんです、これをもうあのちょっと歩いた時にチラッと見えるぐらいで、はい、履きたいなと思います。いいですね、渋いセレクトです。こっちゃんパパさんが50代のおじさんですが、おじさまですね。ソックスは毎シーズン JW です。ありがとうございます。嬉しいですね。もう、うん、夏春夏のコレクションでもソックス出てますし、やっぱ毎シーズン、うん、そうですね、あのそう象徴するアイテムになってますので、ぜひ今回も選んでいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでこれが今回視聴者プレゼントですからね皆さん。そうなんです。最後まで今日は見ていただいて、はい、応募してください。はい、はいはい、ありがとうございます。では続きのいきましょうか。はい、次はウィーメンズの第2位ですね。はい、ユニクロ&JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング、ウィーメンズの第2位はこちらです。ドローストリングシャツでございます。ドローストリングっていうのはちょっと名前が不思議な名前ですね。なかなか今まで出てこなかったアイテムですよね。うん、では改めまして2位がドローストリングシャ ツ、はい、うん、3色展開、お値段3990円にてご用意しております。はい、はい、こちらを実際に前さんに着ていただいてますので、ちょっとジャケット脱いでいただいて、はい、そうですね、全身サイズからお願いします。はい、じゃあ失礼いたします。はい、じゃあ改めまして前です。身長155センチで、ただいま、アウターで着てたのがパレットキルティングブルゾン、こちらが S サイズ着用しておりました。でこちら第2位に入りましたドローストリングシャツ、こちらが私 M サイズ着用しております。で先ほどウィーメンズで紹介があったパンツ、ツーウェイタックストレートパンツ、こちら S サイズを着用しております。はい、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとここでTikTok からのコメントもぜひご紹介させてください。はい、実はね今 TikTok で296名、今306名になりました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今カイさん、海さんかな、はい、どうやったらお気に入り登録できますかと、うん、いただいてるんですけども、ぜひ皆さん、うん、ユニクロのアプリからこのライブステーションをご視聴いただければと思います。うんうん、そしていただくと画面の下に紹介中のアイテム表示されますので、そこをチェック。押していただくと商品ページ飛びますので、うん、そこからお気に入り登録可能でございます。はい、はい、ねずみさんがねシャツスタイル挑戦してみたいって言ってます。だからこのシャツにどうこれなんか合わせるか、これからどんどん寒くなるのでなんかおすすめとかあったら教えてもらいたいですね。うん、はい、もちろん私が今あの1枚で着用もできますし、うん、あとはこれからだとちょっとシャツ1枚はさすがに寒くなってしまうので、まあ、例えば中にあのユニクロのあの普通の商品で販売しているタートルネックセーターを着ていただいたりとか、はいはい、まあ、もしくはあのインナーでヒートテックを着ていただいたりとか、うん、先ほどみたいにブルゾンを中に、うん、あ上に羽織るでもたくさんのコーディネート楽しめると思います。はいはい、うん、まいまい後ろ姿見せてください。竹永さん、はい、いつもありがとう。はい、ぜひじゃあ後ろ姿がこんな感じになっております。今どうしたらいいですか。うん、そうですね、これ、うんうん、なかなか今までもないユニクロではあんまりこういうの見たことないですよね。実はこれ前さんがこれの使い方を伝授してくれるので、うんうん、はい、ちょっとじゃあ準備できますか。はい、ありがとうございます。ぜひご紹介してみてください。はい、こちらが、真ん中がですね私がもう今垂らしたまんまで着用しているものですね。はい、で、左側かな、左側が前結び、うん、紐を前に結んでいる状態になります。うん、で右側が、後ろ結びになりますので紐は完全に前から見えない状態になりますね。うん、はい、でちょっと舞さん後ろ向いてもらって、あ、はい、後ろもね、はい、そうなんですよ、うん、後ろも取りまして、うん、結びなし真ん中、うん、で右が後ろで結んでる状態ですね。左が前結びになります、はい、でも後ろから見たこの写真が一番分かりやすいと思うんですけれども、うん、あのこのシルエットが、うん、あのもう楽しめますので、うん、3種類3ウェイですね。もうこれ3ウェイですね。はい、私はどれが好きですか。私はやっぱり骨格ウェーブなので、
まあ、前か後ろで結んだ方がスタイルアップになるかなと思います、うん、でも後ろから見たこのリボンの感じがすごい可愛いなと思うので、はい、後ろ結びすごくおすすめです、はい、なるほど、うん、ありがとうございます、はい、結構ウエスト周りポイントつけるだけでも本当にスタイルまた全然違って見えますよね、うんうん、そうなんですよ、はい、改めて後ろ向いていただいていいですか、はい、今の生のちょっと後ろ横動くとなんか紐が動くの可愛い、あ、可愛いですよね、可愛くないですか、うんね、そうなんですよ、動きがあるとこの紐が揺れてすごく可愛いので、うん、やっぱりこのすごいシンプルに見えるブラウスなんですけれどもとても1枚で着てた、うん、楽しめますので、はい、ありがとうございます、はい、やっぱこういったシャツのアイテム、うん、毎回紹介をさせていただくんですけどもそのためにやっぱ気になるのが皆さん透け感ですね、みんな気になりますよね、まいさんどうですか、はい、透け感なんですけれども私今実際にあのブラトップ着用させていただいてるんですけれどもまあそこまであの、うん、めちゃめちゃ透けるってわけではないですね、うん、ちょっと気をつけてもらえば、まあね、ナチュラルなちょっと今当てると、まあ、若干透けるのは気になるんですけれども、うんまあ、これからの季節でしたら中にヒートテック着ていただいたりとかっていう対策はできるかなと思います、はいうん、ありがとうございます、はい、袖もいい感じですね、そうなんですよ、袖もなんかちょっと可愛いですよね、ここが長いの で、うん、であとボタンもこういう風に2個ついているので、うん、分かりますかね、こんな感じで個人的にそのギャザーの折り方がすごい僕好きですね、うん、ギャザーもこのたまった感じすごい可愛いんですよ、うんうん、だからすごい全体的にボリュームのあるあのブラウスになっております、はい、だとここにもね、はい、刺繍があるので、うんはい、すごい全体的にこだわってはい、ありがとうございます、スリーウェイで着用いただける、はい、こちらドローストリングシャツですね、改めてちょっとサイズ教えてください、うん、はい、私身長155センチでこちらドローストリングシャツ M サイズを着用しております、はい、M サイズですね、はい、こちらがウィーメンズ第2位のドローストリングシャツでございます、うん、3色展開お値段3990円でご用意しております、はい、ということで今日はですね、はい、画面下の商品画像から商品ページに飛ぶことができます、インスタ TikTok の皆さんはアプリから見ていただくと配信を見ながらお気に入り、できるお気に入りに登録してでいただけますので、明日の8時15分から朝オンラインでは発売になります、はい、今日はお気に入り登録をお願いしますということで、あ、色違いのはい、カレンさん、はい、私も着用してきました L サイズです、はい、こちらワンサイズアップしております、うん、L サイズを着用しております、ちょっと全身教えていただいてもいいですか、はい、私はこの身長165センチでドローストリングシャツですね、うん、L サイズを着用しております、はい、でボトムスがツーウェイタックパンツですね、こちらはジャストサイズの M サイズを着用しております、はいはい、お二人これ寒くなったら何か羽織ったりあと何か着るものってどうします、あ、私だったら中にブルゾン羽織っちゃいます、もし今日あるようであれば何か着ていただいたり、そうですね、できますか、アウターでまだちょっとあまり紹介しきれてないので、はい、これを機にちょっと羽織って紹介させていただきますね、はい、あ、コウさんよりあの取扱店舗について気になるところがあったんです、こちらは一部店舗商品というところで、うん、置いてない店舗もございますのでぜひこのままアプリからお気に入り登録していただいてオンラインで買っていただけると、うん、すぐ購入もできますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、あ、 TikTok の、ね、ツナさん、皆さんありがとうございます、これライブなんですよ、で多分ね、うんうん、ディレイ7秒6、7秒10秒ぐらいディレイがあるのでなんですけど、あのライブでやってますので、はいはい、コメント読まさせていただいております、ぜひ、はい、ぜひ何かありましたらコメントお待ちしてますということで、はいはい、こんな感じ、はい、そうですね、こんな感じです、上着、ご紹介お願いします、はい、私がこの着用してますのが、あ、失礼しました、ウールブレンドダッフルコートですね、うん、はい、こちらは M サイズを着用しております、はいはい、こんな感じで上にアウター羽織ってもいいですし、例えばあのセーターだったりとかスウェットなんかとレイヤードしても可愛いんじゃないかなと思います、はい、フードがついてる、あ、そうなんですよ、こちらアウターはフードがついてます、うん、あとポケットも、うんうん、ちょっと中も見せてもらってもいいですか、はい、いいですか、ちょっと前に、うん、こんな感じで、はいはい、あったかい感じですよね、うん、やっぱこうジョナサンが英国出身ということでこう英国の雰囲気のあるちょっとクラシカルなアイテムも多いですよね、あとなんかあのダッフルって言ったらこうほらこうなんて言うんでしたっけこれ
こういうボタンっていうんですか、なんていうんですか、はい、トグルですか、ね、トグルトグルもなんかすごくおしゃれにできてますよね、はい、うん、そうですね、うん、これもロゴ入りですもんね、トグルにロゴが入ってるんですよ、可愛、はい、い、本当にこれはやっぱ生地感しっかりしてますよね、そうですね、うん、コートなのでしっかり肉厚なコートなので本当に冬は乗り切ることができると思いますよ。でこれ色違いで今陽子さん持っているネイビーもございまして、はいはい、こちらは無地、はい、で肩周りのここは切り替えになっているデザインですね、ここちょっと色が明るいブルーに切り替わってます、うん、はいはい、ありがとうございます。今陽子さんまさに今ワンピース着てきてくれたの で、はい、そうなんです、その上にそのコート羽織ったら良さそうですけれども、ちょっとここでワンピースの紹介、はい、しましょう、はい、お願いします、うん、先ほどのコメントいただいておりました、フランネルアシンメトリックヘムワンピース着用しております。私身長150センチでただいま S サイズ着用しております。これがすごく大胆なアシンメトリーといいますか、なかなかないデザインですけど、やっぱり JWA らしいという、はい、デザインになってます。これプレス関係者がね、はい、裾のアシンメトリーが JWA っぽい感じ、うんうん、これ着て見るより着てみないと分かんないって書いてくださってますよ、はい、良さ伝わるといいなって、本当ですね着るとなんかね、かっこいい感じ、ちょっとモードっぽい感じがして、はい、すごく素敵だなと思いました、はい、ちょっとここでカレンさんがお着替えしていただきたい、はい、一旦ちょっと履けていただいて、はい、チェスターコートのご要望があったので、はいはい、そんな感じです。はい、ということです、はい、ちょっと今21時になったんですけども、うん、ここで今回30分拡大スペシャルということで、はい、あと30分まだ配信続きますので、はい、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います、はいはい、みぽさんが148センチの方でアシンメトリーどうですかっていうことなんですが、りょうこさん、りょうこさん、ちょっと148センチの方がアシンメトリー気になってるので、はい、150センチのりょうこさん、改めてアシンメトリー見せて、アシンメトリー、うん、どう見せたら、ね、いいと思います、それでこんな感じで大丈夫ですかね、よね、短い方は膝ちょっと下ぐらいです、うん、はい、でこの長いとこは一番長いとこで足首ぐらいまで行くんですが、はい、本当一部なので、うんうんうん、引きずったりそういうことはないと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、いってらっしゃい、はい、はい、今ちかさんより嬉しいコメント、うん、ワンピース着てくれてありがとうございます、お気に入り登録します、うん、ということでありがとうございます、ありがとうございます、ぜひねこの画面の下から、うん、画像から押せてこちらお気に入り登録できますので、うん、よろしくお願いします、はい、ヒューゴさんはこれ黒かけネイビーですか、うん、なんかカムデンさんがね、黒かけネイビーはモード感ありますねって書いてくださったんですけど、これそうなんですよ、これ中のインナーによってはめちゃめちゃモードに着こなせるかなと思います、ねうん、先ほど180センチでウィーメンズのダッフルコート着れますかとコメントがあったんですけど、今僕が身長178センチでこちらウィーメンズのダッフルコート、WXL サイズを着用しております。はい、はい、もう全然普通のコートジャケットとして着用できるかなと思います、うん、なんかミドル丈のコートみたいな感じでね、はい、軽く羽織れるようなコートになってます ね、はい、ね、ありがとうございます、はい、そしてカレンさんもチェスターコートご要望がありまして、はい、そうですね、先ほど、はい、コメントでいただいてました、はい、こちらメンズのチェスターコートですね、うん、XS サイズがちょっとご用意がなかったので私が今着用しておりますのが S サイズになります、S、はい、はい、でこの丈感ですね、はいはい、もし購入するとしたらカレンさんの身長で購入するとしたら XS の方がいい、うん、S の方がいい、そうですね、XS サイズの方が、うん、まあ、ジャストサイズでシルエットは綺麗に、うん、すっきり着られるかなとは思うんですけれども、うん、じゃあ回って、S、はい、うん、でもリアル映えするんであれば、うん、私は S サイズを着用するかなと思います、うん、じゃあまさにこのサイズですね、はい、そうですね、中にやっぱり寒くなったら着込むと思うので、はい、そういった時に少しゆとりがある方が、うん、すっきり着ぶくれはせずに着用できるかなと、はい、はい、思います。これね、プレス関係者の皆さんから寄せられたコメントでね、ツイード生地の高級感がすごいと、まあ、この値段でいくらでしたっけ、はい、はい、こちらが2色展開でお値段14900円でご用意しております、うん、14900円でこのクオリティはさすがユニクロさんだと思うと、着てみないとこの凄さ伝わりづらいかもって、はい、プレスの皆さん言ってくださってるんですよ、皆さん、皆さん、はい、あとこれ裏地がしっかりついてるんですよ、このダッフルチェスターコート、実はここにもね、そうそう、 JW アンダーソンのロゴがね見えるんだけど、見えるかな、あ、なんかちょっと見えてきました、この細かいの全部そうですか、そうです、そうです、 JWA って、はい、すごいんですよ、すごい可愛い、はい、ディティールまで、はい、これかなりプレスの皆さんが押してくださってます、はい、高級感がすごいと、本当に高級感、はい、はい、では、うん、これこちらがまず
コートの紹介を、ね、ちょっとさせていただいてましたが、はい、シャツですね、あのシャツの方の、はい、こちら第2位ですね、カレンさんも着ていただいてます、はい、こちらシャツ、ウィーメンズの2位でございます、はい、ドローストリングシャツ3色展開、3990円にてご用意いたしております、はいはい、ということでシャツの上に合わせて何を着たらって言ったらもう上着で盛り上がっちゃいましたね。そうですね、本当にアウターとかコートとかも本当に素晴らしいラインナップ揃っておりますので、はい、ぜひページから見てみてください、はい、コートは、はい、あのシスターコードは結構重さあります、ウールコンなので、うん、ただその重厚感がね、またこう高級感のある、うん、あの質感となっておりますので、うん、そこはまあコートとして見ておいてください、はいはい、ということでかなりあったかい時期に来ていただける、そうですね、2品と言えそうですよね、はい、ではランキングの方に戻っていきましょうか、はい、行きましょう、次はメンズの第2位をご紹介していきましょう、ユニクロ&JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング、メンズの第2位はこちらです、スフレヤンリブフルジップセーターでございます。皆さんで、ね、セーター終わっちゃった終わっちゃったってコメント多いんですよ、これからかもしれない、はい、はいはい、こちらが改めまして2位のスフレヤンリブフルジップセーターでございます、うん、2色展開お値段5990円でご用意しております、はい、はい、では実際にりょうさんに来ていただいているので、うん、全身サイズからお願いします、はい、はい、身長170センチでスフレヤンリブフルジップセーターが S サイズ着用しております、はい、そしてワイドフィットジーンズが28を着用しております、はい、はい、そしてヒューゴさんも今着てますね、はい、で僕が上に羽織っております、僕が身長178センチで、うん、上のスフレヤンリブフルジップセーターが、うん、XLうん、で中のフランネルシャツが L サイズ、うん、で下のワイドフィットジーンズが30インチを着用しております、うん、はいはい、これコメント一番多かったし、はい、配信前からすごい気になるっていう情報が SNS にも結構上がってたと思うんですけど、うんうんうん、もう僕もこれ一番気になってたアイテムになるんですけど、うんうん、今コメントでは最高スフレヤン最高スフレ、うん、スフレ生地なのでこれ気になると結構コメントいただいてるんですよ、うんはい、あのプレスの方から寄せられたコメントも、うんはいはい、やっぱりこうリブ編み、うん、2つのカラーで配色になって可愛いと、うん、もう定番に人気商品でカラー展開がいいから売れそうじゃないかと、うん、いやこれ間違いなく売れると思います、うん、この2色今おっしゃってた2色っていうのがこのグレーと分かるかなちょっと黒で編んであるんですよね、なのですごい立体感が出るニットになってます、そうですよね、うん、裏地の黒が表に出てくるからすごい立体感生まれますよね、うんうん、立体感生まれるし、あとはやっぱり首のところここもちょっと若干色変わってるんですよね、分かるかな、首のところは結構黒くて、はい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 、で本体はグレーなんですよね、なのでこのちょっと2色のツートンカラーが本当におすすめです、 JW アンダーソンらしいデザインになってますね、はい、ありがとうございます、やっぱニットならではで、うん、やっぱチクチクしますかってコメント結構来てるんですが、りょうくんどうですか、僕はもともとなんかチクチク感を感じたことがないので僕は感じないですけど、なんか涼子さんとかチクチク感感じます？私さっき羽織ってみたんですけど、うん、スフレヤンなの本当ふわふわの柔らかい肌触りなので、うん、これも大丈夫そうです、うん、はい、あの定番商品のスフレヤンのセーターを想像して、うん、その感じが思えばいいです、うん、はい、そのままで、はい、大丈夫です、うん、そのままで大丈夫、はい、毛玉が心配っていう人も、はい、毛玉は、ね、どうしても正直できます、できるので、ね、休ませて、そうですね、休ませて、はいはい、ちょっと涼子さんにも羽織ってもらうことできますか、はい、ただ外で、うんうん、ね、これね羽織としてもめちゃめちゃ使えるのかなと思います、うん、なんか開けちゃえばもうカーディガン代わりとして羽織れるのがいいですよね、うん、そしたら今ヒューゴさん着てるネイビー結構近くで見たいですって声もあるので、はい、ぜひそのまま前出てきていただいて、物がないから前そのままヒューゴさんがちょっと後ろもどんな感じなのかね、うん、もうちょっと前かな、前コルコルさん、こちらのセーターはネイビーと黒ですね、裏地が黒で表地がネイビー、うん、となっております、うん、あ、ジョナサンさんが U とローってすればええやんって U も似てるジップ出てたじゃないです か、うんうん、だかそれと確かにローテーションして着れば毎日着れちゃう、やっぱ今年こういう形が比較的流行りって言っていいのかな、うん、このやっぱドライバーズニットは定番で人気のあるアイテムではありますけど、うん、本当に今また再注目されてきてるアイテムではありますよね、うん、確かに U とこれをローテで着てもらえれば、うん、もう流行りは間違いなしと、うんうん、
なんか上まで締めると結構口ぐらいまで隠れちゃうので、まあ、寒い時はいいんですけど自転車乗ったりとかね、ですね、で普段はちょっと開けて折るのがいいかなと思いますね。あ、りょうこさんが、あ、はい、ありがとうございます。はい、身長150センチでスフレやリブフルジップセーター、M サイズ着用してきました。羽織にするならこれぐらいたっぷり感あってもいいかなと、はい、リアルバイするんだったらりょうこさん M、そうですね、 M ぐらいのタポッと着たいです、これは、はい。なんか腕のリブのところも結構ちゃんとあるので、ね、そこのたまる感じが可愛いですよね。可愛いです。りょうこさん全身サイズ教えてもらっていいですか。はい、はい、スフレやリブフルジップセーターが、M サイズですね。で中に着ているリブタイネックセーター、こちら XS サイズです。でオトムスウールブレンドラップスカートはこちら先ほどと色違い、こちらも XS サイズ着用しております、うん、あ、今度黒い方着用しますね。はい、はい、お色違いを、はい、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、こちらが本当に大人気で、うん、コメントでも結構多かったスフレやリブフルジップセーターではございますが、うん、では改めて、ね、おさらいとして、はい、3人のサイズもう一回教えてください。はい、はい、あ、じゃあ前にいるので私から、はい、身長150センチでスフレやリブフルジップセーター M サイズ着用しております。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして僕が身長170センチで S サイズ着用しております。はい、はい、そして僕が身長178センチでただいま XL サイズを着用しております。はい、はい、XL サイズですね、はい、ジョナス・リーさんも XL サイズこんな感じになりますので、はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、さあそしてここでまた視聴者プレゼントのお知らせでございます。今回はね、ユニクロ &JW アンダーソンヒートテックデオドラントソックス4足セットです。超豪華、超豪華です。嬉しいですね。抽選で10名様にプレゼント、うん、全4柄で色はお楽しみにということで、お楽しみです、はい、配信中に発表する5つの言葉キーワードを添えてご応募いただきます、うん、なお応募方法は番組の最後にお伝えしますので最後まで皆さんご覧になってください。今日の、ね、配信最後まで、アーカイブ残ります。今日は9時半までの予定ですので、はい、30分あと少しお付き合いください。はい、はい、ちょっとその前にですね、気になるコメント、はい、スーザンさんよりポッケついてますかってところで、そのスフレアンセーターですね、ついてないです。ついてない、はい、ついてないです。あと裏地も、はい、中もちょっと見せてもらっていいですか。中こっちへ見せますね。はい、ありがとうございます。中もちょっとこの二色カラーみたいななってていいですよね、うん、中はちょっと色濃いんですね、うんうんうん、この裏地の黒が表地にも出てるから立体感のあるリブになるんですよね、うん、そうなんです、うん、こんな感じですね。おうおう、着心地も良さそうですし、うん、袖もいいですし、はい、ありがとうございます、はい、ではプレゼントキーワードに移りましょうか。いきましょう、はい、3つ目のキーワードはこちら、じゃんじゃん、リウアーですね。何言ったの、なんか難しいですね。ちょっとぜひ皆さんもコメントでね予想をしてみてください。お待ちしております。お待ちしております、はい、さあ、はい、ではいよいよランキングに戻りましょうか、はい、いよいよでございます、はい、ユニクロ &JW アンダーソン2024年秋冬コレクション発売前夜人気ランキング栄えあるウィーメンズの第1位はこちらです。じゃん、リブタイネックセーターでございます。はい、もう本当にこちらもコメント多かった、うん、いろいろ SNS で、ね、もう話題になった商品がこちら、はい、その一つだと、はい、では改めまして、はい、ウィーメンズ1位のリブタイネックセーターでございます。3色展開、お値段3990円にてご用意いたしております。はい、はい、はい、ではこちらを早速お二方着ていただいてますので、はいはい、そうですね、はい、あ、脱ぎましょうかね、はい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 、じゃあそのカレンさんからぜひ全身サイズお願いします。はい、行きます。はい、では私が身長165センチでこちらは、リブタイネックセーターの L サイズを着用しております。そしてボトムスにツーウェイタックストレートパンツの M サイズを着用しております。はい、私ジャストサイズは M サイズなんですけれども、あえてワンサイズ上げました。はい、理由がですね、私がちょっと結構タイトめなセーターになるのでなるんですけど、私がちょっと骨格がナチュラルになるので、ちょっとタイトめなセーターがちょっと苦手な骨格になります、うん、はい、なのでそういった方はこうやってワンサイズ上げていただいて、ちょっとゆったりめにで袖も長くして着用していただくと、このセーター問題なく着用できるかなと、はい、はい、思います。ぜひ後ろの方も
くるっと回っていただいて、はい、見せていただいてもいいですか。そのままで大丈夫です、はい、これがワンサイズ上で L サイズで着用してるんですね、はい、うん、これ出すとどこら辺までいきます。丈出すとここぐらいまであります。まではありますか、はい、通常の丈ぐらいですかね、うん、はい、ありがとうございます、はい、これねやっぱねプレスの皆さんから情報解禁から X でプチバズりして注目していましたと、うん、タイトシルエットが Y2K 韓国っぽくて売れそうだな、はい、そうです、かなり本当に反響は大きかったアイテムですね、うん、あとさっきのほらリブのカーディガンと一緒でちょっとこう2色使ってるんですか ね、 ですね、はい、なんか立体的がすごくいいなっていうコメントが、はい、うん、ちょっと近くで、はい、ありがとうございます。プロの皆さんからのご意見もそんな感じでございました、うん、はい、リブなので本当に立体的な編み方になっておりまして、うん、これが濃いブネイビーとあとブルーかな、はい、そうですね、でちょっと見えるような形になってます、はい、なんかね、初め皆さんあの雑誌の皆さんとか白にやっぱ安定して人気が行きがちだったそうなんですけど、ね、はい、2色のこの色の工夫をお伝えした途端、うんうんうん、みんなグレーやブルーがいいかもって言い出して、うん、2色の方に目が行き出したっていう立体的になっていいですよね、うん、そうです ね、 ね、はい、はい、そしたら涼子さんもちょっと着用サイズいきましょうか。はい、はいはい、マフラー外そうかな。あ、はい、じゃあちょっと一旦マフラー、はい、はい、お願いします。はい、はい、私身長150センチでリブタイネックセーター XS サイズを着用しております。ボトムスは先ほどと同じウールブレンドラップスカート XS サイズ着用しております、はい、で私ちょっとカレンさんと体型が違いまして、はい、骨格ウェーブなので、うん、割とフィットしてた方がスタイルアップして見える体型なのでジャストサイズであのリフィタッと来ております、うん、はい、ありがとうございます、はい、これ、はい、あのコメントでもポケットはないのかなってあるんですけどポケットはないですね、うん、ポケットはないセーターですね、セーターはポケットないです、はい、スカートはポケットついてます。ありがとうございます、はい、TikTok の方からサチさんより骨ストは似合いますかってところで、ストレートの人って今日って今日いるかな、いない、マイマイも違いますもんね、今日はストレートさんいないですね。ナチュラルさんとウェーブさんとストレートさん、はいね、はい、ウェーブさん、はい、ストレートさんだとどうですか。でもやっぱり私と同じようにサイズは上げていただいた方が、うん、あの着やすいと思いますね、うんうん、はい、うん、はい、ありがとうございます。リブは、ね、はい、体のライン拾うから迷うなって桜餅さんありますけど、はい、ワンサイズ上げてもらうっていうのも一つ方法かもしれないですね。ぜひ、はいはい、結構全部の色見たいコメントが、ね、あるので、はい、一色ずつちょっと前に出て、はい、せっかく1位だから、はい、うん、じゃあ順番に、はい、いきましょうか、はい、そしたらまずこちらオフホワイトですね、はい、こちらがオフホワイトですね、はい、はい、で続きましてこちらがカレンさんも着ているブルー、ブルーな感じです。はい、はい、ということで、涼さんもあ、はい、いいですよいいですよ、前、はい、前出てきていただいて、でこちらこれだと紹介する涼くんも着ているダークグレー3色ですね、うん。ありがとうございます。ということで、はい、男性も170センチの涼さん、いけちゃいました。あ、なんかちょっとリボン取るのも。おしゃれですね、かっこよくなりますね。さすがに結ぶとちょっと可愛すぎるかなと思ってちょっと垂らしたんですけど、はい、では全身サイズからお願いします。はい、身長が170センチでこちらのリブタイネックセーターが XL で、こちらのワイドフィットジーンズが29着用しております。はい、はい、吉文さんは身長、うん、僕は177センチ でちょっとこのリブタイネックは苦しいかな。そうです、ちょっと僕も骨格ストレートで胸板が結構あったり肩幅もあるので、うん、ちょっと僕は着れないかなってアイテムになっています。でもヒューコさんが XL 着れてました、うん、あ、本当ですか、はい、あ、じゃあ意外とサイズによってはあと体型によっては、うん、男性の方でもお召しいただける方はいらっしゃるということですね、うんうん、はい、うん、ルルさんが全身外科迷うと、電飾外科迷うと、うん、はい、おっしゃってましたけれども、うん、ありがとうございます、はい、ゴリラさん、はい、兄貴も着れる、兄貴って多分ゴリラさんにとってリョウさんのこと言ってる、うん、はい、意外といけちゃいますね、伸びがいいので本当にいいですよね、うん、はい、はい、ありがとうございます。こちらが栄えある第1位の、うん、ウィーメンズリブタイネックセーターでございます、はいはい、画面に皆さん着ていただいている3色展開、お値段3990円にてご用意いたしております、はいはい、さあ、はい、いよいよ、うん、いよいよでございます。メンズの第1位を紹介していきたいと思います、今日はですね、ユニクロ &JW アンダーソン2024秋冬コレクション発売前夜、明日10月18日がね発売ということで、今日はお気に入り登録の日です。人気ランキングをご紹介しています。ここまで女性の
1位までご紹介しまして、残すところメンズの1位、お気に入りランキング1位を残すのみとなりました、はい、ということでメンズの第1位は、はい、こちら、こちらですね、はい、こちらがメンズ第1位、スフレヤングラデーションクルーネックセーターでございます。ということでこちらやっぱりプロ の, あのプレスの皆様もですね、はい、投稿数が多くて SNS で注目していま す, そうです、ね、はい、実際に見てもデザインがとってもいいと、あと女性にもとっても人気のアイテムになるんじゃないかと、そんなコメントを寄せていただいております。はい、こちらが3色展開でお値段3990円でご用意しております。はい、はいはい、そしたらお二人のまず着用サイズからお願いします。はい、私からいきますね。はい、改めましてユニクロ東京スタイルヒントスタッフの吉文です。身長177センチでトップスのセーター、こちら1位のものでございます。 XL サイズで、インナーに着ているニットも XL サイズで、パンツが31インチ着用しております、うん、はい、こちらですね。いやもうアンダーソンさんといったらグラデーションだよねって声がいっぱい本当にそうなんですよ。はい、うん、やっぱ今回のこのコレクションを象徴するこの海辺の情景を、うん、からインスパイアされたデザインになっております。ちょっと僕も近づいて見てみるんですけども、すごい細かい。そうなんですよ、上の方は本当にダークグリーンから下に向かってこうダークグレーのお色味になるということで、うん、本当に海辺のこう岩ですとか、うん、そういったサブサブしい光景からインスパイアされたデザインとなっております。今吉見さんちょっとこうセーター持った途端、はい、あのちょっとこうなんか網網が見えたんですけど、はい、なんか着方がとってもユニークですね。 ありがとうございます。実はこちらね、ご紹介はしなかったんですけども、先ほどのダイヤステッチのクルーネックセーターを重ね着してみました。ダイヤステッチって本物はどれですか？あ、その白いの、本物、それ白い、あ、こちらです。これを重ね着してるんですね。そうなんです。あ、そういう着方、もともとウィーメンズでニットオンニットのスタイル結構あのトレンドとしてあったんですけども、うん、やっぱりトレンドはメンズにも移ってまいりまして、ええ、メンズでもこういった着方大変おすすめとなっております。すごい、メンズ、え、ニットオンニットってニットオンニットでするんですね。はい、やっぱこういったショのこちらが下がちょっとリブのセーターの上にこういったグラデーションというかデザイン性のあるニットを重ねるとこうデザインの違いとかも楽しめますし、うん、本当にこう切り替えになるので本当におすすめですよ、うん、ああ、すごい素敵です、うん、ありがとうございます。そしてマイマイさんも、はい、私が身長155センチでスフレヤングラデーションクルーネックセーター S サイズ着用しております。はい、こちらですね。いいですね、うん、先ほどもなんかあのご紹介あったと思うんですけれども、うん、ウィーメンズでも全然あの S サイズかもしくはワンサイズ上げてもいいかなっていう感じなんですけれども、うんうん、はい、着用いただけますので、はいはい、なんかちょっとモード系に見えますね。そうなんですよ、ちょっとあのグラデーションに沿って下をもう黒 に、うん、真っ黒にしてみたんですけれども、まとまって綺麗ですね。そうなんですよ、うん、で中は先ほど2位で紹介があったあのシャツ、はい、ドローストリングシャツを着用させていただいております、はいはい、はい、コメントでグレーのグラデーションのセーターの着用お願いしますということで、ちょうど着用タイミングをチェックしてますね。どうぞ、はい、来てまいりました。改めまして身長178センチのヒューゴです。ただいまあのメンズの1位スフレヤングラデーションクルーネックセーターのこちら XL サイズを着用しております。はい、で下が、メンズのタックワイドパンツがこちら70で、インナーにメンズのフランネルシャツこちらが L サイズを着用しております。素敵です、はい、シャツ合わせもやっぱいいですね。そうなんですよ、で王道なんですけど、でこちらグラデーションに合わせてボトムスも暗い色にすることでなんかちょっとこなれ感出ませんか、お二人、ね、皆さんからかっこいいかっこいいかっこいいって来てますよ。でもやっぱニット合わせもなかなか上級者やね、うん、そうです、ちょっとぜひ皆さんこうニット合わせもね試してみてください。これ僕おすすめです、ね、はい、やっぱりこのセーターが1位ということで、うんうんうん、はい、スフレヤンが感慨深い売れそうという感じ で、 そうですね、やっぱり今回のこのニットは、うん、ちょっと僕はワンサイズ上の XL 着用してるんですけども、うんうん、ちょっとゆったりとした感じで着ていただくと本当にこうまとまってこなれ感が生まれるので、はい、ワイドパンツと合わせてちょっとゆったりめのサイズ感で楽しんでいただくとよろしいかなと思いますよ。223、うん、アーカイブ残りますか？今日はアーカイブも残りますし、はい、9時半までの予定ですので最後までお付き合いお願いしたいと思います、はい、でコメントでですね、うん、アレットキルティングブルゾンを教えてほしいっていう、はい、オキーさんありがとうございます。今ね女性スタッフ2人がちょっと出ようかしら、カレンさんと、はい、リョコさんが来てますので、お二方出ていただいてお願いします。はい、真ん中どうぞ。はい、はい、で私が身長165センチでこちらはメンズのパテットキルティングブルゾン M サイズを着用しております、うん、はい、
ちょっと大きめですね。ちょっと大きめですね、はい、うん、なので私じゃ、実際に買うなら S サイズを買うかなと、はい、思います。はい、この色。そして、はい、りょうこさんが、はい、私がパテットキルティングブルゾンカーキの方ですね、うん、はい、身長150センチで XS サイズ着用しております、うん、私もやっぱり大きいんですがちょっとゆったりめに着るのもいいかなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、そして吉弓さんも、はい、ありがとうございます。先ほど着てたセーターの上から羽織ってみました。こちらがネイビーですね、 L サイズ、うん、ジャストサイズの L サイズで着用していました。結構着てみるとしっかりボリュームはあるなっていう感じがするので、うんうん、こうニット2枚着てる上からでも全然こう窮屈じゃない、うん、しっかり1枚でも見えないです、すごい着れます、はい、はい、いかがでしょうか。はい、カレンさんちょっとグラデーションニット着ていただきたい、ご呼ばれる、一旦出ていただきますか。グラデーション、はい、これ裾がねちょっと絞れるんですよね。あ、そうなんですよ、はい、あ、そっちの方が見やすいかな、はい、あ、裾にもいろいろ秘密があるんですね。ドローコードがついてるのでここキュッてしてもらうとちょっとシルエットが丸みを帯びたシルエットになるので、はい、この方が多分女性の方、小柄な方、はい、着ていただきやすいかもしれないです、うん、はい、あと、はい、機能性さんから中にポケットありますかってコメント来てるんですけど、中にポケット、どうですか、はい、これかね、あ、このままいきますね、うん、こちら左側にファス、うん、面ファスナーのポケットがついております。右側はなしです。はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらですね。小太りおじさんがね、多分2枚着てその上着着てるからなんでしょうけども、うん、はい、小太りおじさんさんがダイヤステッチニットちょっと薄めなのかなっておっしゃってる方いるんですよ。そうですね、どうですか。僕やっぱしっかり、なんだろうな、スフレヤーンの今着てるグラデーションと比べると若干薄めです、うんうん、で別に透けはしないので本当に綺麗な、本当に1枚でも着ていただけるニットではあるんですけど、はい、本当僕はそこまでは、そこまで薄い感じはないですよね。はい、はい、はい、ありがとうございます。そしたらおさらいいきましょうか、はい、スフレヤングラデーションクルーネックセーターですね、はい、こちらが3色展開でお値段3990円でご用意しております。はい、こちらですね、はい、これは本当に皆さん納得の1位だったようで、はい、第1位です、はい、納得です。ありがとうございます、はい、なんかスフレヤンの上からチェスターコート羽織ってほしいってナーさん言ってるんですけど、じゃあちょっとヒューゴ君に、ちょっとヒューゴさんいいですか、はい、ちょうど色合い的にもね良さそうですから、はい、はい、はい、今ご準備してますね、ありがとうございます。あと福海福さん、デニム年中着れるのかな、どうですかね。デニム年中着れますよね、はい、もう本当に定番中の定番の本当に程よい肉感のジーンズになりますので、オールシーズン着用いただけますし、はい、やっぱりこちらこうカーブがかかっているようなシルエットになっているので、今まで出てきたユニクロのパンツの中でも一番ワイドなんじゃないかなと思います、はい、小太りおじさん色悩むね、うん、これは商品名改めて、ワイドフィット、はい、ワイドフィットジーンズですね、4色展開お値段4990円でご用意しております。はい、ありがとうございます、はい、ポムコさんが牛文さんデニムお似合いよ、 ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ステッチがね可愛いんですよ ね、 そうなんですね、ステッチがいいですよね、ここちょっと僕足上げます、ここステッチがね、ちょっと商品化してくれオレンジとかだと分かりやすいからね、オレンジが分かりやすいかもしれない、ね、ステッチがいいですよね、はい、ごめんちょっと慌ただしくなってすみませんでした、はい、ちょっと最後にお伝えしたいことが、はい、情報の渋滞してますが、はい、そんな感じです。ステッチが特徴的でございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、そして、はい、カレンさん、あ、カレンさん、はい、カレンさんが、はい、先ほどコメントでいただいておりましたこちらのスフレヤンのニットですね、メンズの、はい、で私身長165センチで S サイズを着用しております、はい、メンズの S サイズなのでジャストサイズですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、さらにヒューゴさんがチェスターコート上にチェスターコートを合わせてみました。僕が身長178センチでこちらメンズのチェスターコート L サイズを着用しております、うん、はい、中にグラデーションの、うん、今日ナンバーワンだったセーターを着ております、はい、メンズの1位でございます、はいはい、ありがとうございますということで以上になりますね、うん、はい、明日 JW アンダーソン8時15分からオンラインでは発売になります、はい、そして店頭でもね発売ということになりますね、最寄りのお店に行っていただければと思います、ぜひぜひ、はい、はい、で次回の予告ここで入れましょうか、はい、はい、時刻ですけれども、はい、次回ですね11月22日火曜夜8時よりカリスマ保育士
T 先生に質問、ベビーレギンスとパジャマで服育始めよう。はい、10月22日ですね、はい、今11月って言ってたから、はい、10月ですね、来週ですね、10月ですね、はい、申し訳ございません、じゃない、来週になりますよね、来週の22日になります、はいはい、はい、ということで、はい、22日でございます。これね、ちょっといつもと違うんですよ、うん、多分皆さんママさんたちなので19時になります。失礼しました、ごめんなさい、もう一度いきます、ね、はい、もう一回行きましょう。10月22日、うん、火曜日夜19時夜7時より、はい、カリスマ保育士 T 先生に質問、ベビーレギンスとパジャマで服育始めようでございます、はい。T 先生ね、本当に楽しい、はい、素敵な方ですので、そうですね、いろいろ番組とかでもご活躍の方なので、はい、ただその時19時ですので、いつも配信8時からね、うん、始めてますが19時ですので、間違いのないようにお願いいたします。はい、事前にアンケートで T 先生にご質問ご相談を寄せていただいた方、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。その中からいくつか T 先生に生配信でお答えいただきますので、はい、お楽しみにお待ちください。当日のコメントもね、うん、どしどしお待ちしております、ね、はい、多分いっぱいママさんとか親御さんが見てくださるんじゃないかなと思います。そうです、アンジーさん19時ですので間違いないようにお願いいたします。はい、はいはい、そして、はい、10月25日金曜日夜8時より、うん、ボディポジティブ企画、スタイリストが推す秋のきれい見えアイテム7選を配信いたします。はい、はい、こちらもお客様のアンケートで最も多かった企画がついに実現、はい、来週ですね、はい、スタイリストのジビキイコさん、イコさんと、はい、スタイルヒントスタッフがかなさんね、はい、うん、かなさんですね、お腹や二の腕の体型のお悩みを解決するアイテムをご提案します。はい、はい、ということで、楽しみですね。ジビキ企画はもう定番の皆さん、鉄板でユニークで楽しいので、うん、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、ということで、はいはい、はい、そしてまた今回のコレクションをスタイルヒントインフルエンサーが着こなした写真がまとまっているスペシャルなページもありますので、はい、ぜひそちらもご覧くださいませ。こちら画面の下から飛ぶことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、さっきですね、女性3人にアシンメトリーのワンピース着てほしいって言った方いらっしゃったんですけども、スタイルヒントスタッフ のがいろんな身長の方が着ているのあったので、あやこさんだったかな、ぜひそちらスタイルヒントの方からワンピースたくさんの方10人以上が来てたので、そちらご覧いただきたいと思います、はい、さあ、そしてプレゼントのお知らせ、はい、はい、そして今回の視聴者プレゼントがユニクロ&JW アンダーソンヒートテックデオドランドソックス4足セット抽選で10名様にプレゼント差し上げます。はい、はいはい、全4から色はお楽しみになりますので、楽しみ、はい、今みんな持ってます、はい、靴下、はい、そしてね、プレゼントは配信中に発表する5つのキーワードを添えてご応募ください。ご応募は番組のラストオーラスに発表いたします、はい、ということで、はい、キーワードを最後に発表しましょうか。はい、せーの、ドン、リペアデーということで、10月19日は国際リペアデーということで、ユニクロはですね、愛着ある洋服を大切に着続けていただくために、世界中のリユニクロスタジオでリペアに関連する取り組みを実施しておりますということで、詳しくは吉文さん、はい、ありがとうございます。こちらさらにリペアメニュー無料キャンペーンを全国のリユニクロスタジオのある13店舗で実施いたします、はい、なんとサービス無料になります、うんうん、期間がですね、10月の18日金曜日から20日の日曜日までとなっております。じゃあ3日間のみですね。そうですね、はい、そしてご来店していただきまして、アンケートにお答えいただくと、1000円未満のリペアが無料になります。はい、もしくは1000円以上のリペアメニューを500円引きで提供いたします。はい、ありがとうございます。日本での実施場所は、私が所属しているユニクロ東京ですとか、まえさんが所属している御徒町店など計13店舗で実施いたしますので、こちらの詳細画像を見てください。はい、はい、ということで、間空いちゃったのリペアで、例えばニットに間が空いちゃったとか破れちゃったところにワッペン入れるとか、うんうんうん、そういう意味でのリペアだそうですので、ぜひなんかお心当たりある方はね、行っていただければと思います、はいはい、正解、このキーワードはせーのリペアでということになります。はい、はい、でこちらのプレゼント応募フォームは画面下に表示されています。はい、こちらスタイルヒントのユーザー ID とキーワードを入れてご応募ください、うん、こちらが10月の23日水曜日23時59分まででございます。はい、はい、ということで早速もう皆さんに持っていただいているんですけれども、はいはい、
この JW アンダーソンで欲しいものおすすめということで用意してくださってますかね、うん、今みんな靴下持ってるけど、はい、はい、じゃあその前にですね、こちらプレゼント応募応募フォームにはアンケートの欄もございます、うん、ライブステーションでこんな企画してほしいなどございましたら、ぜひ皆さんどしどしとお送りください。はい、ということで一言ずつ皆さん理由と商品名教えてください。はい、お願いします。はい、じゃあ前から紹介します。はい、こちらのリブタイネックセーターポイントのこのリボンがですね、何とも言えずワンポイントで可愛らしくて、さらにこの2色のリブ編みがとてもあの今年トレンドらしいあの商品となっておりますので、はい、私はこちらをマストバイとさせていただいております。はい、はい、ウィメンズの1位商品。さあ、そしてりょうこさん。はい、はい、私は、ケーブル V ネックセーター、やっぱり定番だけどトレンドっていうところで、うん、このセーターは外せないかなと思います、うん、はい、お色は赤とすっごく迷うんですけど、冬に着たい白を買いたいです。はい、アラン編み素敵です。さあ、そしてカレンさん。はい、はい、私はこちらメンズのフランネルシャツでございます。もうなんといってもこのブルーのチェック、大柄なチェック柄に惹かれました。でこのさりげない JWA のロゴもポイントでございます。ジェンダーレスで着用できます。はい、ありがとうございます。そして、はい、はい、私のマストバイ、リアルバイはこちらですね、ワイドヒットジーンズでございます。なんといってもこのカーブシルエットすごい素敵です。そしてこのテラコッタカラーのオレンジ、これはもうこの冬大活躍間違いなしですので、こちらで秋冬コーデ楽しみます。はい、はい、さらに、はい、僕はスフレアンリブフルジップセーターですね。もう JW アンダーソンらしいこの2色の配色が本当にたまらなくて、明日から寒くなるのでもうこれ1枚で過ごしたいなと思います。はい、はい、そしてヒューゴさん。はい、失礼します。はい、僕の一押しがこちらメンズの第1位スフレアングルグラデーションクルーネックセーターです、うん、こちら今回の JWA のコレクションを象徴としたこのイギリスの海岸の情景をイメージ、うん、落とし込まれたデザインとなっておりますので、こちらぜひ皆さんお気に入り登録と、明日ぜひ店舗にお立ち寄りください。お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、ユニクロ &JW アンダーソン2024秋冬コレクション発売前夜スペシャルということで90分にわたってお送りいたしました。はい、今日はお気に入り登録、明日はオンラインでは8時、朝の8時15分から発売になりますし、もちろん店舗でもそれぞれの店舗で発売ということになります。ぜひ皆さんお気に入り登録、アーカイブもね、ぜひ見て復習していただきたいと思います。はい、ということで今日のキャストはカレンさん、リョウコさん、マイさん、ヒューゴさん、リョウさん、ヨシフミさん、そして MC 梅田でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。暖かくしてね。ガチャ、ありがとうございました。